はい、短期決戦です。7月、じゃあ、は、ん ?7 月23日8時56分です。チャート分析していきましょう。まずドル円ね。ドル円ね。日足で見ると、まあ、2日連続続落したから、下げなんだけど、週足も陰線ついてんだよ。週足も天井圏で陰線ついたから、来週下がるかなとは思うんだけど、28日に利上げするわけ。だから、週明けはね、何食わぬ顔して少し戻しそうな気もするけど。で、28日に利上げだ。28日の3時に FOMC 政策金利で、FOMC じゃないの?政策金利で利上げするからさ。多分0.75なんだ。原油が落ち着いてきたのと、インフレが天井を打ったんじゃないかっていう観測なんだろうね。まあ、ドル円がね、下がれば、全体も少し円高になるのかなって感じがする。まあ今まで円が売られすぎたからね。ちょっと待って、ゆっくり見てみる。4時間足でもね、ちょっと陽線、今最後陽線ついて終わったんだけど、ちょっとも、50ピップぐらい戻るかもしれないけどね。でも、すげえ、抑えられてるからね、これね。いやー、どっかでショートでしょ、これ。ちょっとね、最後下髭つけて終わったのよ。利上げがなければね、ショートなんだけどね、素直にね。FOMC の利上げが最後にあるからね。でも下手したらさ、10円ぐらい下がる可能性あるから、これユーロ円ね。ユーロ円は、月足ですごい陰線ついてんね。ユーロ円いくらから ?144 から138まで落ちてるからね。結構な下落だよ。週足、だって142から139まで下がってるから、3円ぐらい下がってるのか。冷やしてみてもね、結構な、下落だよ。3円ぐらい下がってんな。でも、最後4時間足で、陽線出てるからね。まあ、月曜日はリバだろ、普通にな。ちょっとね、黒線がリバりそうな感じになってたから、最後ね。ポン円。ポン円もね、結構な下落なんだよね。でもまあ、まだ天井圏なんだけど、結構な下落なんだよ。166から163だからね。まあ、やっぱ3円なんだね。ユーロ円もポン円も3円下がってる。で、4時間足でリバってるところ。1時間足でリバってるところ。おじえん。おじえんもね、おじえんも、96から94だからね。2円ぐらいか。おじえんまだ高値圏だよね。おじえんまだ下がる余地があると思う。まあ、4時間足でリバってるから、これも、週明けはリバを試すだろう。あとユーロルね。ユーロルがね、難しいんだよ。これ難しいんだよ。大底打ってリバったように見えるけど、これがね、ドルとユーロが追いかけっこするわけよ。ドル円が下がって、ユーロ円が下がると、
ユロルがさ、ユロル、パリティがまた再び起こるんじゃないかっていうさ、でもこのユーロルがね、下がってもう一回上がったんだけどね、昨日ね。ドル円が下がったからね、久しぶりにドル円が下がったからね。1.02だもんね。まあ、ユーロルも最後反発して終わったんだ、ね。そんな感じかな。はい、ご視聴ありがとうございました。これで終わります。